たけど、え、ついてるかな、食べたんだけど、マフラーなの？セーターに見える。ハートのセーターに見えない？あ、マフラー編んでるのか。うん、え、今日もさっきレッスン場でサラピのケーキをみんなで食べたの。だから、まあ、チョコ食べた心当たりはあるので。でもこれはほくろです。え、ほくろよね。心当たりがあるから。ハートのセーター、セーター。サラピは1歳差です。実はあんまり年の差はないのですよ。ウェマンさん、ありがとうございます。みちさんのソロコンサートから帰ってきました。いいですね。広島、サラピ年上に見える。マジ可愛い妹のような感じなんですけど、私から見たら。そう、1歳違い、22と23です。ね、可愛い妹のようですよ妹のようですけど。そう、昨日はね、サラピの誕生日に嫁りに行ったんですよ。まあ見てた方もね、いたよね、コメントに。私のファンの方。そう、かわいい妹、そう、ツンツンしててかわいい妹です。でも、ちょっと妹っぽいんですよ。妹ですから。あ、見てた。みんな見てただろ。タイピーエンさん、ありがとうございます。毛玉、毛玉じゃないわ、毛糸。あ、毛玉であってる。そう、なっちゃんとね、サラピの家に行ったんです。夜空いてるケーキ屋さんを探して翼欲しいさん、ありがとうございます。クラッカーめっちゃ臭かった。なんか煙出てたじゃん。だからもう煙が充満。服部さん、あったか配信ありがとうございます。そう、サプライズ急遽決めたんですよ。昨日お話し会だったっけ。だよね、お話し会で解散した後にサラピがひまたぎ配信するって言ったのを聞いたから、なっちゃんと、え、行こうよって。そう、急遽もうドンキでクラッカー買ってケーキ屋さん探して。でもホールケーキはなかったんですけど、あ、すっぴんです、リップだけ。レッスン後です。いいね、ありがとうございます。しかも私は2日前ぐらいにサラピと買い物に行ったところだから、もうサラピの欲しいもの、あれはドンピシャです。あ、そう、昨日買った。2日前にちょうど行ったばっかで、サラピがあれを手に取ってやめたんですよ、あのアイロン。この32ミリが欲しいよねって言って、みたいな。2日前ぐらいにちょうど欲しいみたいなあれピンポイントで。そうで、メイク落としも欲しいって言ってたの。メイク落としが欲しいけど分かんないみたいな。
そう、だからちょうどタイムリーだったんです。2日前ぐらいに聞いた情報だから、そう、新しい、そうなんです。ピンポイントすごいと思った。そう、リサーチ済み、たまたま、そういやと思って、そういや言ってたと思った。そう、伝え方が上手ね、匂わせてたんかな。だってもうあれって、あれってもう32ミリのあれ、もうサロニアの32ミリまで聞いてたから、え、もしかして意識してたんかな。私は普通に忘れてて、その時はまだ意識してなかったから、2日前3日前ぐらいだから全然意識してなくて、買えばいいじゃんみたいな、そうけどやめたんですよ、その場で。そういうことかまあ素だと思うよ、そう素だと思うけど、そうメイク落としと、そうドライヤー、ドライヤーじゃない、ヘア色、メイク落としもめっちゃ探したんよ数分で。そう、結局買ったの間違えたみたいな言ってたじゃん、洗顔料買っちゃったみたいな。ひらめきが大事、ひらめいたんです。そういや言ってたと思って。ルイさんありがとうございます。ね、買い物に定期的についていってたら分かりやすくていいですね。そうだ、レッツのお疲れ様です。眠くなかった。え、そう、今日8時起きだったんですよ。朝の部のレッスンと夜の部のレッスンがあって、マジ8時起き。まあ、誕生日は大事なんでね、気にせずに、あのあとケーキ食べたりしました。ムーランさん毛玉ありがとうございます。毛玉、あ、二山でもいい感じじゃない今日ちょっとね。二重幅が広い、幸福です。今日のレッスン終わりのサプライズは失敗しかけた。それは自分おらんかったな、違うレッスンだわ、それ昼の部だわ。私は朝の部と夜の部だったので、サラピは昼の部だわ。そう、フェスのグッズを7000円分買ったらメンバーと写真が撮れるっていう特典会があって、 A と B チームが選べるんです。私は A チームなんですけど、7000円買ったら1枚、でも先着だからむずいかもね、なかなか。 A しかって、サラピもいるからだろうが。朝と夜の間寝た。ウマさん毛玉ありがとうございます。そう、千穂さんも同じ先着順なんです。なので、でも一人様一回限りだから、でも時間もあるけんな、何人ぐらい取れるだろう、そんなに時間はないけどね。そうだ、ファンの方の携帯で取るんです。
こんばんは。先着。でもグッズのラインナップ見てたらさ、7000円だったらなんかほぼ買えるよね。あの6種類ぐらいだからさ。他にないのかな、それだけとか。こんばんは。まあそういう特典会があります。ぜひぜひ。こんばんは。みちさんライブから帰宅しました。お帰りなさいませ。充電さーそう。そう、現地グッズを買ったらです。現地グッズ7000円です。じゃけん T シャツタオル、四国タオルで、四国バンダナとかで7000円だったよ。私だったらこれかなっていう組み合わせ。こんばんは。7000円ってどんぐらいじゃと思って。そう、結構じゃん。だからどんぐらいだろうと思って見た。 T シャツ3000円、タオル2000円ぐらい、バンダラ2000円だから1234567、7000円。うん、高松はグッズ買ってランダム整理券。へえ。でも A か B かは選べるって書いてたから A です、私は。まあ、でもバスツアーの再販も始まったので、バスツアーでも写真が撮れますので、バスツアーもどうぞ来てください。バスツアードレス着れるんかな。バスツアーなんかリンクあったじゃん。リンク飛んだら淡路島の説明のリンク、わかんない。何するか知らないけど。こんばんは。バスツアーと並べると7000円って安く感じる。うん、私との濃い時間バスツアー、バスツアーも7000円ぐらいでおまけないですかねって。7000円ぐらい、金銭感覚。バスツアーめっちゃいいじゃん。だってと入ってるでしょ、写真撮影も入ってるよ。写真撮影入ってるし、ミニライブ入ってるし、トークショー入ってるし、入ってる入ってる、おまけも全部入ってます。ご飯も入ってるよ。そのお金に元から入ってるよ。バス2台分なんだ。え、私服じゃないよ。私服じゃないでしょ。ミニライブ、え、私服ミニライブ楽しそう。なんか新しいけど、きっと衣装です。そう、バスツアーがあるの。淡路島、ご飯、昼夜ご飯付きとミニライブと写真撮影とトークショー入った淡路島旅行です。ドレス着てほしいね。着れるんかな。なんか淡路島のその
バスのバスツアーのリンクのさ写真にさ、なんか武道館みたいな。でもお高いんでしょうって。でもそんな機会なかなかないからね。バスツアーなんてさ、一緒に旅行だよ、淡路島旅行。まあこれる方は楽しそうですねって。ね、バス移動かなって。友達作ろう、ファンの人同士で。バス移動、隣に出会った人に、隣になった人に、こんにちは、こんにちは。こんばんは、ちょいと久しぶりって。何してたんだ。イカナゴめっちゃ好き。へえ。人見知りするから話しかけ、嘘。おたとも欲しくない。なんかおたともとか私いないんだけどさ、一言も喋らんかった、マジ。前回、前回って何、高崎彩子、前回席決まってるんですかねって。どうなんだろうね、チケットに書いとんかな。でもバスってさ席決まってるよね、 5の D とか。イカナゴ好き。メンバーいるけど、なんか同じ趣味のおたとも欲しいなって思う。いないからさ、同じグループを推してる友達みたいな。おたとも一緒に現場行ったり、まあ、現場行って会う時の楽しみ。今日顔薄い。そう、リップしかしてないんですよ、すっぴん。すっぴんです。今日はめっちゃ汗かいたので、なんか裏起毛でレッスンしたんですよ。だからめっちゃ汗かいた。裏起毛絶対暑いよね。裏起毛でレッスンしたんです。サウナ、サウナ状態。ウェーマンさん、かわいいギフトありがとうございます。薄いの日。あ、これはローソンです。そう、暑かった、めっちゃ汗かきました。晴れてた。え、今日めっちゃ雨じゃなかった？今日激雨じゃなかった？なんかわかんない、県によって違うかも。朝暗かったもん、なんか暗かった部屋が。部屋の掃除しなきゃな。今日はあっちが散らかってるのでこっちです。あっちこっち。
ってた、全国的にね。快晴でした、マジ。どこにいるんだ。こんばんは。同じものを飲んだ。あ、ローソン。今は病んでるかもしれないけど、でもレッスンの行き帰りは病んでた。なんか暖房がいらないぐらいあったかい。2日ぐらいつけてないかもしれない。昨日もつけてないし、今もつけてないし。サラピの部屋、配信で見れる範囲、雰囲気似てる。確かに白のソファ、確かに。サラピ、なんか2日連続コラボ配信したわ。コラボ配信、コラボ配信っていうか人の配信に映り込んだ。今日そう、マネージャーさんに、あの、まあ、私のマネージャーさんじゃないけど、マネージャーさんにトリケラトプスの配信が気になってフルで全部見たよって言われて、アーカイブ。なんかめっちゃメンバーのことが好きなマネージャーさんがいるんですよ。私のマネージャーさんじゃないけど言われました。今日アーカイブをフルで見たみたいな、全部見たよ、1時間あるよみたいな。でも嬉しいね。でもそのマネージャーさんはくだらないととかを見てくれるんですよ。でも嬉しいね。そう、なんかメンバー愛がすごい。誰担当？あ、リコチ担当だわ。だからか。そんな気する。ね、そうなんです。あの、幻の配信にしようとしたのに見られてた。なんかツイッターで見つけて気になって調べたって言われた。ツイッターでちょっとね、リコちゃん担当なら分かる。でもリコチが出てないくだらないとも見てくれるんですよ。なんか風船割る回とかも見てて、風船面白かったよみたいな、くだらないととか。すごいよね。でも一緒に働いててさ、プライベートでメンバーのことを見てくれるなんて、そう、すごいと思うけどね。すごいです。たっちゃん、ケイト、ありがとうございます。トリケラトプス、ね、いい方ですわ。配信監視されてるね。いつ見られてるか分かんないからね。トリケラトプス。じゃあアカペラの思いとかも聞かれたのか。あれ一番全部歌っちゃったの。てんてんてんてれんてんてんてん。楽しいんかな、アーカイブ見て。キチネさん、タコ、ありがとうございます。
け玉ありがとうございます。こんばんは。そう、リアタイが楽しいのはわかるよ。コメントとかできるしね、コメントが見えるじゃん。でもアーカイブってコメントないじゃん。そんなに癖が強い。幻、もう幻、幻です。でも昨日のあのサラピーにとつったやつもなんかさやかりんとかがリアルタイムで見てたらしくて言われた意外と見てる。そう、あれはシラフなのって言われて、でも本当にあれ飲んでないからそうだよって。深夜はテンション高いのかな。トリキラトプスの配信毎日見たいと思うぐらいね。またするわ、いつかきっと。たこ焼きとか、見られてたんだ。まあ今でも全然あのテンション誰か来たら出せるっちゃ出せるんです。ぜひともお願いします。はい、来月だね、たこ焼きは。掃除しよう、マジで。ミニマリスト、こんばんは。ね、来月全然公演ないよね、思った。なんなら16日ぐらいまでなくない？ね、そう、沖前最高、沖前さん公演と僕隊とチャートリしかない。鼻垂れない。でもバスツアーがあるからね、2日。そう、バスツアーの余韻で 半月生きれますな、何かしらあるでしょ。でもなんか何もないっけ。3月上旬、上旬あ、お話し会受け付け中ですので、3月の。話し会受付中ですので、3月まだおしゃべりできます。私と幕張リアルがある。そうね、そう、今回が最終の再販、3月だから。しかも31日はみっちゃんの卒業コンサートがあるし、まあ3月下旬はさすがになんかあるでしょ。四国ね、したいしね、ももちゃん。四国お話しくれ、どんな話したらいいの。なんでもいいよ。てかもう顔見せに来るみたいなレベルでも、お顔を。ね、あんまり参加したことなかったら、いつも見てる〇〇ですみたいな、お顔を私に認知。ね、ももちゃんもう一回四国やりたいじゃん、ももちゃんと。ね、なんか最後って知らずに最後を迎えるの嫌だよね。最後って
前の四国とかがね、勝手に最後になってたら四国、まあもちろん卒業公演もあるだろうけど四国ね、四国お話し会ニックネーム表示されてる、サラピが生誕祭16って宣伝してた、私出ないよ。サラピの生誕祭ね、出たことないんよね実は。チャートリ、チャートリ、チャートリ1回か、チャートリ、3月23のお話し会は袴なんですねって、そうだそうだ忘れてた、買わなきゃ。サプライズ無理だよ、そんな大規模なサプライズは。レンタル、本物の袴じゃないからコスプレの袴です、袴用の。卒業シーズンのやつでしょね、だから生地芯で使ってるようなコスプレ系のそんな本格的なやつじゃなくて、生写真とかで使うようなもうコスプレのやつあるでしょ、ドンキとかに。もうドンキ愛用者すぎてコスプレ。お話し会終了30秒前くらいから告知してほしい。え、もういいじゃん、たっぷり喋れるけん。そんな時間制限されたら焦るじゃん。ね、ドンキのコスプレめっちゃ豊富、着たいのね2つ3つあるんですよね。サラ、そうサラピのねケーキがレッスン場にあって、サラピって名前書かれたあのチョコレート誰も食べなくて、食べづらいんだろうね。あのケーキって名前書かれてるじゃん、ハッピーバースデーサラピみたいな、それが売れ残ってたから私がいただいたの。あ、じゃあ食べる。そうで、そうあのチョコめっちゃ好きなんよ、だからあれ余ってたらいいなと思いながらレッスン場行ったら綺麗に余ってて、そうでこれ食べていいんですかって聞いたら、そう誰も手つけなくてみたいな、そう誰もそう取らないみたいな、だから私が食べた。でそうサラまで食べて、ピーはなっちゃんにあげた、なっちゃんも食べたいかなと思って。あのチョコ美味しいじゃん、あのチョコが一番美味しいじゃん。ピーだけあげた。サラまで食べました。あそこ好きなんですよ、あれが一番好き、ケーキの。なんならパリパリのチョコレートね、凍ったチョコレートが一番美味しい。そうで、その下にもホワイトチョコみたいなのあって、そうそれも食べた。なんか丸いホワイトチョコあったんや、丸いホワイトチョコの上にそのハッピーバースデーのあれが立ってたの、なんか想像絶対できんと思うけど、こういう丸いホワイトチョコがあって、でまあここにサラピって書いてて、そのサラピー取れたら丸いホワイトチョコがあったんよ。それも誰も食べてなかったから、私がパクってしたらリコチが食べたいって言って、そう半分残してって言われて半分あげた。そうみんなねかじったチョコレート食べるからね、メンバー誰も食べないから
食べてたら半分食べたいって言われて、えみたいなあげました。リコッチでもサラピが誰も手つけてなかった、面白かった。食べづらいよね人のケーキの名前って、まあ、そりゃそうだよ。でも本人さんはなんか母のからもらったケーキもあるし、ケーキたくさんあるから食べてみたいな感じで置いて帰ってたの。そうそう、名前以外は売れてた、ちょっとあったけど、ケーキいっぱいあるからで置いて帰ってて食べてねみたいな。食べました。ね、名前、仲良くない人の名前だったら私も絶対手つけないわ、どんだけ食べたくても。仲良くない人っていうか、そんな普段一緒にいる人とかじゃなかったら絶対食べれないね、食べたくても。まあサラピア券いっかって感じで。ケーキ2日連続チョコケーキ食べた。2日じゃないか、日付変わってるから。でも最近甘いものを控えたいなって思ってるんですけどね、そんな思ってるところでバレンタインやらなんやらかんやらでたくさんチョコレート食べてます。こんばんは。そう、年が近い。なんか池田がなんか結構離れてるって思ってたのに、池田3歳しか変わんないっていうことを最近知って、昨日3歳なら意外と変わらんじゃん。私と愛子寺と一緒ってことでしょ、私と愛子寺、私と池田、この感覚が一緒ってことじゃん。もっと年下かと思ってたの、だから意外と近いんだと思って。だってもうお酒飲めるんだよ、びっくりしたみたいな。生誕祭でお酒の話してて、あんま変わんなかった、思ったより。もっと下かと思ってた、5とか6とか。20なのね。3は誤差誤差、5ぐらい離れたら。初期の3は大きくない、でも高1と第1は大きく感じるじゃん、それだと思う。でも愛子とも多分3離れてるんよ、じゃけど大きく感じんけん。2か愛子は、いや3か、でも愛子とはあんま感じんけんさ。池田も同じぐらいじゃん、同じじゃん。ね、もう 上3下3は一緒よ、上3も下3も全部もう同級生、同級生だ。そう、第1と第4ならめっちゃ近いね。そうマジで高一と第一みたいな感じやったらなんか離れすぎてる気したけど、つまり愛子寺と池田、いやそれは6やからな、6はちょっと。でも最近昨日のお話し会とかしみさらと結構喋ったりして、し
しみさらはね、英検を頑張ってるみたいですごいなーって。英検の話したした30ぐらいも変わらないかなって。変わらん友達だぜみんな。順位級だよねって。なんでみんな詳しいのそんなに。どっから情報得てるのそんな。そう、なっちゃんもいて近くに喋ったの。私となっちゃんも英検同じなんですよ、順になんですけど、2級も受けたことあって2人とも。私となっちゃんマジでなんか県が離れてるだけで同じような生き方をしてきたからめっちゃ話が合うんですよ。英検も一緒、いろいろ塾行ってた。なんか塾を何個か行ったのも同じだし、もう同じ生き方してきたの絶対。ちゃんとセンター試験も受けてたし。違う県で同じ生き方してたの。同じ時期に同じフナッシーのパーカーを買ってプリクラ撮ってたんですよ、アベイルコラボの。それもすごくない？フナッシーのさあ、アベイルコラボパーカーさ買う人めっちゃ少ないじゃん絶対。なのに同じプリクラがあるんですよ、友達と撮った。私も仲いい女の子と色っちでフナッシーのオリジナルパーカー買って撮ってるんです。なっちゃんも仲いい女の子と色っちでフナッシーのパーカーで撮ってるんですよ。マジ同じ生活してきた、すごい。そうなんです、だから一緒なんですよ、だから一緒です一緒だから一緒。あのアベイルのだってコラボ T シャツだってフナッシーにハマったのもすごいじゃんね。すごいよね、いろいろ全部話が通じる。すごいんです。しかも今日もレッスン後になんか食べたいもの言ったら同じだったの、うどん。すごくない？すごい。しかもたくさんメニューがある中で2人ともなんかエビせんに目をつけたり。それは昨日の話だけど、同じなのです、味覚が同じ。あ、うどん一緒やね、私たちのうどん。あ、でも結局うどん食べなかったんですよ。うどん屋さんに2人で行っておでん食べたくないってなって結局2人ともおでんにしたの。おでんと、まあ、卵ご飯とみたいな。なんかチェーン店のうどん屋さんじゃなくて個人のうどん屋さんでおでんめっちゃあるのね、そこ。そう、待って、うどんじゃなくておでんじゃないってなって結局2人ともおでんを食べたの。おでん5個と卵ご飯。でもそこはおでんが有名なの、めっちゃ種類ある、30種類ぐらい。タケノコとかもあるし、二人ともタケノコ食べたよ。そうなんです。さすがに食べる量ゆきりかが多い。一緒ですよ、おでん5個とご飯なんで一緒です。一緒。え、おでんの具はでも5分の3だけ一緒、2は違うね。
ストに日本酒のボトル置いてあるとこ。そうそうそう、なんで知ってるの。合ってるかな。まあ、半分以上は一緒。そう、半分以上一緒。大根がと卵が違った。今その近く歩いてる。え、嘘、広島にいるの。こんばんは。なんか広島あったっけ。昨日はリアルお話し会じゃないよな。あ、花だれ、花だれから。花だれからいる。容器の並び、そうそうそう。え、行きなよ。タケノコ美味しいよ。行きなよ。それは2時3時まで空いてるから。2時3時まで空いてるから。マジ美味しいよ、おでん。タケノコと牛すじが美味しい。そう、タケノコ、牛すじ、ソーセージが一緒。なっちゃんと私。私卵ロールキャベツ、なっちゃんは大根、なんだったっけな、こんにゃく。今ちょうどそのお店の前。え、すごくない？一度帰って配信見てから考えますって。そう、3時までやってるから。私と同じの食べたいかったら、タケノコ、ソーセージ、卵、牛すじ、ロールキャベツ。さすがにそんなに食べれんか。だからタケノコと牛すじで。そんなに食べれんだろうから、タケノコと牛すじ。なっちゃんの情報はいらない。そうね、いらない、いらない。削除削除。タケノコとソーセージと卵と牛すじとロールキャベツ。ロールキャベツ。でもロールキャベツはなんか思ったより味が染みてなかったから。ディスじゃないですよ。私の一押しは牛すじとタケノコ。味薄めだったロールキャベツは。でも卵もまだ染みてなかったな。白かったな。ソーセージが美味しかった。っていうね、夜ご飯の話でした。すごすごいね、たまたま前にいるなんて。すごすぎん？びっくりだろうね、配信見てて。え、ここじゃね？すご。こんばんは。っていうかまだ広島にいたとはね。どなんか言っただろう。みちさんのソロコンか放課後音楽祭か。放課後音楽祭にはいらっしゃらなかったですって。でね、じゃあソロコンかな。いいね。リアル広島までおるんかなって思ったけど、フグフェス来る？来ない？大変だ。でも週末に花だれがあるけんさ、ずっとおったらね、いいけど。金
金の花だれと銅のリアル。でも間に福フェスがあるよ。そう、金の花だれと銅のリアルが広島だから、もうずっと広島にいたら、明日明後日することない？そうやね。コーヒーさん、毛玉ありがとうございます。広島ね、観光何すればいいんだろうね。もうだってみんな宮島とかはもう行ったもんね、いっぱい。白キジトラさん、白キジトラさんありがとうございます。そう、今日そのうどん屋さんにいた外国の方、海外の方が一人旅行に来てらっしゃって、4日間の言ってて、その店長と話してて、尾道と宮島に行きましたみたいな。でもみんな行ってるじゃん、絶対もう宮島なんてたくさん。新しい観光スポットないのかな。でも尾道と宮島ってめっちゃ遠いよね、すごいね、一人旅4日間みたいな。翻訳アプリを通しながらずっと喋ってて、そうそう、まあ、4日あればいけるな。コウジさんありがとうございます。岩国ってでも車ないとむずくない？あ、電車で行けるのか。山口は1日で回れる、マジ？でも確かにわかるかも。あの唐戸市場だっけ、一回行ったことあるけど、あれで橋やもんな、山口の。宮島行ってみたい。え、行ったことない？お好み焼き館行ったことない。ドンキの横ですか？宮島のおすすめは揚げもみじ。揚げもみじ、あ、それはお好み村。何お好み館って。お好み村も行ったことないんですよ。広島でお好みあんまり食べてなくて、お好み村は行ったことないんですけど、お好み焼き屋さんがめっちゃあるんですよ。あの海外の方めっちゃ多い。でもそのお好み村の横に牡蠣屋さんがあって、そこの牡蠣屋さんは何回か行ったことある。牡蠣食べちゃう。揚げもみじの特に何って、クリーム派です。クリームかあんこかチョコレート、なんでも好きだな。チーズもいいな。お好み村は行くな、なんで。
広島。牡蠣好きです。最近のおすすめのお店、でも最近新しいとこ行ってないけんな。逆に知りたいぐらいですよ、広島のご飯屋さん。そう、最近ね、リコチとアイコと行ったところで、メールに書いたんだけどね、方言の話。そう、広島県民の生のたちまちっていうのが聞けて、方言、居酒屋さんっていうか、めっちゃみんな使ってるよね。そう、たちまち生でみたいな。3人とも県外。そう、でも私は知ってたんですよ。でも、そう、店員さんがめっちゃはっきりたちまちねって言ってきて、2人がポカーンってなってたから、そう、とりあえずって意味だよって。知らんかったらむずいよね。私も最初知らんかったけど、そう、知らんかったらさ、たちまちねって言われたらさ、えってなるじゃん。もう以上でって言ったら、たちまちねって言われて、そう、えってなってた。変わった方言だよね、え、たちまちねみたいな感じイントネーションわからんけど、まあそんな感じだったの。めっちゃはっきり言ってきて、なんか一瞬なんかはにゃってなったの。とりあえずって意味だよって言って、とりあえずはいって言ってしまいそう。確かに、まあそうやね、はいっていう返答をしたくなる感じやもんね。たちまちねって言われたら、はいみたいなはいってなる。とりあえずもうはいって言いたくなる。大橋さん、毛玉ありがとうございます。毛玉じゃないよな、この呼び方絶対。毛糸かな、毛玉で合ってるか。毛糸の玉、略して毛玉。なんて書いてる。たちまちって言われたら、たちまち入っていっちゃいますね。たちまち、むずいね、もうよくわからなくなってきた。何ギフト？毛糸？毛玉？バリバリ方言をちょっと使う勇気はないな。方言すぎるわそれは。まあジャケぐらいならナチュラルに入れれるけど、ジャケぐらいなら使いこなせるけど、そんなは牛すじとソーセージと卵とロールキャベツと何でしたっけって。食べに行こうとしてる？広島、こんばんは。今度使ってみよう。なんか本当に使えとるかさ、どうしよう。店員さんが広島県民じゃなかったら、はいってなったら、そんなんないです。どうしよう、メンバーまで使わん。こんばんは。タケノコでもみんな食べ過ぎてもうないかもね、タケノコ。おでんのお酒なしはきつい？嘘、ウーロン茶でいけるよけどお酒いっぱいあるから、あそこ。そんな定期的にコメントいらん、おでんの具材の。いや、ウーロン茶を
おすすめしないよ。いやでもなんだろうな、イラウ分からん、マジ？でも色割れんってよくない？イラウ、イラウ、え、それ違うんかな？ギャ、おでんリマインドマンいらないよ。イラウ、よいしょ。色割れんよ、よく使うよね。ね、色あんといて。あ、色使う？じゃあ標準語か。いいよ、標準語か。色あれよ。そう、触らんといてってこと。あ、触らない、色あれんよ、触られんよってことです。触らない方がいいよみたいな。触るなではないね、色割れんよやけん注意喚起ですね。触らんといてよみたいな。感じです。色割れん、もう触られんよみたいな。触られんよは標準語かな。触られんみたいな感じです。標準語に直すと。色割れんよは触られんよってことです。そうです。触るんじゃないわよ。標準語だと触れないよ、違うよ、触らないでみたいなことです。触れないじゃない、触れるの。触らんといてってことです。触らんでみたいな感じ。色割れんよ、触られんよってことです。もう色あれんよは触られんよってことです。色あれんよ、触らないでみたいな感じ。触らんといてってことです。触れるんよ、じゃけん触らんといてってこと。そう、今邪魔しないで、触らんとってみたいな。色あれんよ、難しいな。まあいいや、なんでも。色割れんは触られんです。触られんよってことです。色割れんよ、ちょっと違うよな。色割れんよ、まあ触らないでって、触らないで、まあ触らない方がいいよとか。愛媛です。あ、そう、言われたら触っちゃダメなんですよ。雪にくいつも話し会で言ってないな。そう、触っちゃダメなの、色割れんよって言われたら。これ色あんといてねってことです。触らないでね。釣りバカ星人さん、ありがとうございます。料理を手伝おうとした時に言われるのは色あんといてです。れんよは注意喚起だから、色はれんよじゃなくて、それは止めたい時は色あんといてって言います。オレンジの切り方を教え、そうね、色はれん、あ、そうやね、そういう時とかに。え、でもそれは色あんといてっていうかな、伝えたい時はといてっていう、ちゃんと。むずいですね。こんばんは。確かにね、ファンの方が喋ったやつをメンバーが、違う、ファンの方が触ったやつをメンバーが食べたらいけないのか。メンバーが触ったやつをファンの方が食べるのは OK だけど、ファンの方が触ったやつをメンバーが食べたらダメなんだよね。愛媛の方言講座、
綺麗だわよって、わかんない、でも目の前で手洗ってもらってないから手に何仕込まれてるかわかんないじゃんまあそういうパターンも考えてですよ、そういうパターンも考えて、そんなことはないけど、そういうパターンもあるかもしれないという最悪のパターンも考えてのです。そう、魔法の粉をかけられるかもしれないから最悪のパターンを考えてのもう注意、もうあのめっちゃ注意を払ったやつです。チョするな、へえ、チョス。家族と話すときは方言で話しますか？そうですね、愛媛帰ったら方言の話、あのままですねって方言です。でも愛媛は方言というよりもイントネーションが癖強いですわ、田舎っぺみたいな感じのイントネーション。トマト、みかん、みかんの、そう、方言はあんまり勉強ね、生活では。多分イントネーションです。スープは頭で知らんな、ちょっとそんなツッコミ入れられても。そう、もう配信は標準語でやってるから、私はもうそう、ゆきりかはゆきりか。田中田中、まあ人によって田中っていう人も言っちゃいるけど、まあ田中ですね。あと彩香とか、お腹はお腹です、さすがにお腹とは言わんな。背中、田中、清水は清水、さすがにね、西村は西村、サラピはサラピ、そんぐらいじゃない、田中ぐらいじゃない。あ、ピアノ、確かにピアノ、ピアノ、ピアノ、渡辺は渡辺、やあやあ駅中普通です。こんばんは、吉田ば吉田、後ろのコアラかわいい、カワウソちゃんです。あれ、カワウソやっけ、かわいそう。メゾピアノ、コアラはコアラです、はい、コアラとか言いませんね。駅中って何、こっち側の、そう、長野さんのキャラ、ちいかわの仲間みたいな、まあ、みどすけの仲間まあカワウソですよ、あごこれじゃないです、しゃくれて、しゃくれてない、
駅の構内に店がたくさんあるところも駅中っていうの？ああ、愛媛は駅中ないですね。一番栄えてる松山ですら駅中はないので、ダイソーぐらいしか。ダイソーとうどん、カレー、クッキー。まだ自動改札もないですから、手動です。手動？手渡し。ステラおばさんはあります。あ、コンビニはあるよ。お土産コーナーね。コンビニもある。でも駅の近くが栄えてるから、渡ったらマックあるし。路面電車。こんばんは。田舎ね。でも愛媛のめっちゃまったりの電車めっちゃいいよ、本当に。景色なんか愛媛の電車マジで田舎道を通るんよ。トンネルとか松山から今治の電車とか、しかも人いなくて、なんか一人になることもあって、よく平日ならね、一人で1時間ぐらい田舎道をずっと走るの。田んぼだらけのところ通って、トンネル通って、めっちゃいいですよ。乗りたくなってきた。そう、大体人少ないから、まあ、平日とかなら平日の全然一人とかもある。そのボックス、あの一つの、てかまあ1しかない電車もあるから、つながってない電車1しかない、もう4とか5とかなくて1だけ。まんまめっちゃ好き、もうあの時間いいよね。しかも日が照ってきてポカポカな時は一番いい。ね。人がたくさんいたらね、なんか落ち着かんけどさ、人いないからね、余計にいいかも。駅で電車待ってる時ももう3人とか。そんな。でも帰宅ラッシュの時はめっちゃおるけどね、座る席ないぐらい。平日の昼間とかはめっちゃ人おらん。明日タウン情報だ。モリーさん、ギフトありがとうございます。愛媛に帰りたくなってきました。帰る場所はあるのかい？明日愛媛に行ってみて。待って、暇人やと思われとるよ。電車1時間に何本だろう。え、でも割とあるよ。2とか3とか、2とか3とかです。タンブラーに入れてください。でもこれホットなんよね。ホットも、あ、ホットも対応してるか。確かにアイスコーヒーのあれ水滴をさ守る。
今のチケット変更しようかしら。まあ1時間に1、2本なんじゃないかな。でも30分ぐらい待てるんですよね、田舎の人って。せっかちなんですけど全然待てる。ああ次の電車まで40分かみたいな感じです。バスもマジ少ないんですよね、広島愛媛とか。だからまあちょうどいいです。時間表を見てびっくりしました。そう1本ないところもあるけんね、田舎やったら。愛媛の田舎やったら13時台は1個もないとかある。14時台ゼロみたいな、1個も書かれてない。だいたい時間書いてあるじゃん、12、13、14、15時、16時、17時みたいな。で、分が書かれてあるじゃん、横に分が書かれてあって、縦に時間があって、分が1個もないとこあるんですよ。次は1時間以上待ちなの？でもまったりするの本当に好きだからな。ね、田舎あるある。特急はねちょっと早すぎて、私はゆっくり行きたいんですよね。特急はね早いんよ分かったことなんだけど、1時間ぐらいかけて行きたいのね、ゆっくり、時間に余裕があれば。あのガタガタ揺れながら、そう特急は早いから。まあ急いでる時は特急がいいけど、急いでなかったらゆっくり行きたいね。急いでる時はもう特急でビューンと。特急アンパンマン、そうアンパンマン列車めっちゃあるよね。アンパンマン列車乗ったことないかも。台湾の Q さんありがとうございます、ギフト。特急は早い、そのまんま。アンパンマン列車あるある。今治から松山どれぐらいかかる？普通の電車で1時間ちょい、特急は40分ぐらい、30、40。普通の電車は1時間半とかかな、1時間半ぐらいかな。バスだと1時間ちょい。電車、普通電車は各駅に止まるんでちょっと時間かかるね、1時間半花雪さんありがとうございます。やすさんありがとうございます。マフラーこんばんは。ね、今度帰ったら乗ろう。あ、でも冬休み嫌だな、人が多い。特別の動画リカちゃんいなかったけど時間の関係、そうそう2時に撮ったんですよあれ、だから私いなくて。まだ
話し会が夜の部だったから、電車ツアーいや確かに、いや電車淡路島、電車ね、電車好きなんですけどね。下野田駅行ったことあります。でも下野田駅うんある、そうでも何人かいなかったよね、まひなさんとかも一緒に行ったからいなかった気する。夜の部か朝早くても帰ってる人とかもいて、わかんないけど何人かいなかったですね、きっと。でも電車は一人で乗りたいな、そんな大勢で乗りたくないかも全然電車の良さなくなるじゃん、60人も乗ってしまったら。私は一人でなんか誰もいないところを窓の外を眺めながら乗るのが好きなんです。だから大勢来られたらそれは話が違います。私の好きな電車じゃない。なんか人があんまりいない田舎好きなんですよね。ワイが哲郎になったらメーテルになってくれますか。わかんないな、哲郎とかメーテルとかわかんないです。電車に乗るの好きだけど電車はわかんないからね、マジで。あ、銀河鉄道の話？あ、世代じゃないわ。ちょっとゴキって言った。あと5分。あと5分、あと5分。結構有名なアニメね、主題歌とかは知ってるよ。吹奏楽部で演奏したりしてたから、年上の方に向けての演奏会とか。ストーリーは知らない、曲しか知らない。宇宙戦艦はちょっと混じってないよ。え、銀河鉄道39どんなんやったっけな。タタ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 タ、これ違うかな。あ、これ違うわ。何これわかんない、銀河鉄道ってどんなんだったっけな。39合ってる。まあわかんない、いやもうやらない。あ、映画版、もうやらないよ。映画版じゃ、じゃあ絶対そうだ。宇宙戦艦ヤマトはめっちゃわかるよ。フルで歌えるぐらい
昔のアニソンのアルバムみたいなのめっちゃ聴いてたから。そう、宇宙戦艦ヤマトも入ってた。なんか昔のアニソンみたいな、ドロロンエーマン君みたいなやつとかいっぱいありましたよ。エンマ君じゃっけな、そんな感じの、ちょっと違うかもしれん。まあ宇宙戦艦ヤマトはめっちゃ有名。服部くん忍者の、え、おやすみ、おやすみ。じゃあ男女読むわ。13位ウワンさん、12位ゴーエースくん、11位アキヨンさん、10位キチネさん、9位ロクさん、8位ルカさん、7位大橋さん、6位ヤスベイさん、5位翼欲しいさん、4位服部さん、3位ミキヤくん、2位ヤスベイさん、あ違った、ヤスルパンさんだ、2位ヤスルパンさん、1位ウドムさん、ありがとうございました。ヤス違い、忍者じゃない、忍者じゃない方の服部くん歌えないな。間違えちゃったってことで、おやすみなさーい。投げほっぺ、おやすみ、おやすみなさーい。バーイ、おやすみー。長いな。ありがとうございます。ギフトも。